以上ぶりですね。もうね5月も後半ですから、早いもので。そうだね、ゴールデンウィークもね終わりましたね早い、ですよ。そう、髪が伸びたんですよ。前回もだいぶ髪伸びたんですよみたいな話してたけど、またさらにね。しかも今日はすごい巻いてるけど、わかるでしょ、すごい伸びたんですよ。もう日々ね、髪の毛を見ながら、あ、伸びたなって思う、自分でも。めっちゃ伸びたんですよ。いい感じ、順調。ふわふわ伸びてます。いい感じに順調に伸びております。ね、今日も本当に暑くて、最近天気がいいですね。もうすぐ梅雨入りしちゃうから、暑いですね。お、なにこれなに今の、おもろい、とってもおもろいギフト、なに今の、私にぴったりでしたね。いやー、どうでしょう。最近今ハマってるものは、なんだろうな。今ハマってるものはありそうですけど、こうやってね、思いつかないですね。ありそうでないんだよね。なんかあるかな。なんかあるかな。ないかもしれないな。ズームがめっちゃリップだね。かわいい。すごい。かわいい。アニメ見てないですね、最近。あ、最近ね、ドラマを一本見てる途中。I love you。お、もうすぐに終わる。そんな。ゴールデンウィークは、楽しく、充実したゴールデンウィークだったけど、お出かけしましたね。美味しいもの食べました。私は写真を本当に毎日よくするので、こういう時はね、写真フォルダを見ますね。何してたかな。いいお天気でしたね、ゴールデンウィークは。もしやもしや、すごい、変わらず写真をよく撮るので。なんかその自撮りの数はめっちゃ減ったって話してたけど、やっぱ癖ですごい写真撮ってるから。あのね、長崎に行きました。長崎と、あと唐戸市場に初めて行ったんですよ。長崎はまあよくね、ちっちゃい頃から行ってたけど、中華街に行って中華料理を食べましたね。お買い物したり、長崎駅めっちゃでかくなって、そう、唐戸市場ずっと行ってみたくて、山口県。
お魚が、お魚一番。それでいっぱいお寿司をね、食べました。フグいっぱい食べた。フグ。山口行ったの、あのね、コンサートぶり、山口ツアーとかぶり、何気に行かないんですよね。そんな感じで美味しいものをいっぱい食べたゴールデンウィークでしたかね。うん、皆さん何されましたか、ゴールデンウィーク。いっぱい食べてました、私はずっと、うん、お魚美味しかったな、ビールも飲んで一緒に。本当にやっぱ多少は今まで、それあのね、食べる食生活というか、多少もうめちゃくちゃちょっぴっとだけど、多少は気使ってたわけだけども、やっぱやめて本当に何も気にせず食べるようになってから、すごいお酒とかも飲むようになります。食べる量増えたと思う。めっちゃもう本当に時間帯とか、もう食べるものとかも何も気にせず食べるようになったのですよ。例えば深夜にラーメンとか、あ、やめとこう。って今までなってたのが、何も気にせず食べるように なったから変わった。食べる量増えた。けど逆に体重は減りました、昔に比べて。髪めっちゃ伸びた。そう、太ってないどころか逆にめちゃくちゃ痩せた。食べてる。運動全然してないです。やばい。ね、もう夏ですよ、本当に暑いもんね、ちゃんと。私の大好きな夏、いっぱい夏っぽいこといっぱい したいです。今年は花火を見に行ったりと、花火、手持ち花火とかもいっぱいしたいし、海に行って泳ぎたいし、スイカ割りしたいし、あとなんだ、バーベキューとかしたいし、いっぱいやりたいこといっぱいです。前髪はこの前切ったらすごいガタガタになりました。変わらず自分で切ってます。伸びてきたか。あと
ね、そうだね、あと3ヶ月で私も誕生日ですよ。夏祭り行くってなんかな、何かしらの夏祭り行きたい。やっぱ毎年夏休みの時期が一番忙しいがあったから、花火大会とか夏祭りとか何年も行けてないので行きたいですね。今年は海とプール、どっちも行きたいけどね、海に行きたいですね。それでめっちゃ日焼けしたい。あ、キャンプのバーベキューいいですね。キャンプでバーベキューした、キャンプした。そうね、長崎のおばあちゃん家に行って海に飛び込むね。そう、浴衣着たいんだよね。浴衣を着るのも今年の夏やりたいことの一つですね。まあでもなんか、何かしら毎年お仕事とかでお話し会とかで浴衣着たりとか、ちょっと撮影で浴衣着たりとかしてたから、まあ何かしらで毎年浴衣着てはいたんだけど、浴衣を着てちょっと花火大会とかね、たりしたいですね。浴衣いっぱい持ってるんだよね、謎に。何枚かある。来たのはそれこそ去年の夏のお話し会の時が最後かな。うんですね。お腹空いた。夜ご飯食べました？もう8時過ぎ。このピンかわいいよね。てかふわふわピン、山梨公園。あーね、花火ですね。見たね、みんなで。沖縄もだけど。吉田家の面白い話。こういう時にね、やりたいのでちょっとネタ帳書いときます。面白いことあったら。肉食べます。生姜焼き食べます。いいですね。松葉してない。これはビューラーで松葉焼けたんだけど、めっちゃ最近ちょっといい感じ。松葉すごくないです。松葉してないんだけど、めちゃくちゃギュインギュインに上がってるまつげが、こうやってパチパチってまつげ上げただけです。今日
調子いい、まつげのめっちゃ上がってる、バサバサでしょ。今日夏休みっていう夏休みは小学校ぶり。夏休みってここ8年間ずっとなかったから、久しぶりの夏休みです。小学校6年生ぶりの夏休み。お肌最近でもどう、最近本当にね、昼夜逆転生活してるから、お肌の調子まあまあ悪くはないです。いいかな、いい、調子いいかもしれない。夏休み旅行とかも行きたいですね。でも沖縄とか行きたいけど、沖縄夏じゃないもん。冬とか涼しくなってきたぐらいに沖縄行きたいな、企んでます。行けるかどうか、行くかどうかわかんないけど、宿題やんないと、ね、毎日一行日記みたいなのつけようか。夏です。昼夜逆転、そうですね、相変わらずって感じですけど、もうなんか本当に4時とか5時に寝る生活が続いてたら、もうか体が5時くらいにならないと寝れないようになっちゃって、お今日は早く寝れそうだなと、2時とかに布団に入ってるけど結局5時まで起きてるみたいな、良くない習慣についてしまいましたので、直さなきゃってずっと思ってはいる、思ってはね。この間ミッサーのショールームに面白いコメントしたの、カレンちゃんしてないですね。私じゃない、誰誰ですか。私もしたい、ミッサーのショールームに面白いコメント。やばいよね。いやなんかね、そうズーム会議中でしか出てしずが来ました、ウェイ。会議中ウェイ。素敵、夜更かしも今しかできないこと、確かにそれはそうです。素敵、じゃあやっぱ夜更かししますわ。あれの体操配信おもろい、懐かしいね。ミスターのショールームたまにね遊びに行きましょうかね、ひっそりひっそり黙ってみて、本人には言わず、ミスター可愛いなと思いながら。
5時ですよ、寝るの。いや、もうね、全然明るいんだよね、5時。明るくなってきた頃に寝る。もうなんならね、4時半とかには明るい気がする。そうそう、明るくなってきてやっと寝るみたい。そうそう、もう小鳥のチュンチュンっていう鳴き声聞こえてきますもん、朝の。あ、朝だと思って、それでやっと寝るっていう。もう本当に若い生活してます。うん、なんかやっぱ髪がね、伸びてくるとね、巻くのも楽しくなってきますね。髪の毛巻くと、深夜配信いいですね、楽しそう。私かもしれないから、すごい今こんな顔作ってしてるけど、深夜の私の顔大丈夫そうかな、見た目。クーラーつけてない、めっちゃ暑いです。だから今何もない部屋で、ね、オールナイトニッポンやっちゃう。最近何か買い物したかな、なんかしたかな。なんかお洋服とかも買ってないしな。それこそのゴールデンウィークお買い物行った時とかめちゃくちゃお店見たけど、あ、一着だけなんか買ったか、それくらい。あとなんかすごいおしゃれな靴下買ったりした。でも欲しいものありますよ、今狙ってるもの、ちょこちょこ。あ、確かにあのさ、扇風機つけよう。このミスターがタンプレにくれた、あれ動かない、あれ動かない、なんで。充電がなかった。充電がなかった。最悪。このミスターにタンブルでもらって扇風機をつけますとか全然反応しなくて、しかもこの充電器どこにあるんだろう。残念、ここに飾っておきます。かわいいフランフランのハンディファン、ミスターが去年タンプレにくれました。これもめちゃくちゃ愛用してるし、あとミスターがくれたブックカバーとかもめっちゃ愛用してるし、超使って。多分充電が切れてますね、充電式なので。あら、かわいい白、なんかキラキラしてる。か
はい、この夏いっぱいこれを使おうと思います。さすが分かってらっしゃる私の好みを。ね、皆さんはなんか扇風機とかつけてくださいね。暑いので、今日本当にね暑い、とっても暑い。夏前だなっていうのをすごい感じる。いやもう6月ってすごいですね。早いもので、1年前の今日は何してたんだろうなと思ったので、ちょっと写真ホルダーを見返してみようと思います。ちょうど1年前、今日は5月23日。ママと妹と3人でお出かけしてました。3人で楽しく、ちょうど1年前、ちょうど1年前のあさって5月25日はあれですね、トビラザさんの舞台を見に行ってました。懐かしい、早い1年。カッパ、感謝するか。あ、めちゃめちゃめちゃ飛んでる白飛び。懐かしい。去年の5月は、あ、ああ、うん、髪が短いですね。そして黒髪、またの6月に初めて髪を染めてました。懐かしい。あ、そうそう、沖縄行ったのは1年以上前ですね。3月だったから、そうそう1年前くらい、去年のね。そうね、1年前初めて茶色に染めて、その後ブリーチして、もう金髪になって、でそっから1回暗くして、でも今はもうだいぶ茶色く、ね、なったんだけど、この辺くらいまで地毛です。伸びてきて、ちょっとまた暗くしようかなとか考えてるけど、でも逆にまたすごい夏とかに派手な髪色にもしたくしたいなとか思ってるから悩みますね。今だいぶ色が抜けて、もう茶髪明るくなってきて、てか
か髪の毛巻いてたのにすごい。ねえ、どうしよう、夏までに髪の毛変えようか。あ、でも伸ばしたいなとは思ってるけど。虫がいる。見たことない虫がいる。ずっと黒髪ロングお姉さんを目指して伸ばしてきたけど、ボブにもしたくなるし、めちゃくちゃ金髪にもしたくなるし、一生悩んでます。ピンクね。でもピンク、そのそれこそ去年ブリーチしてやったから、ピンク以外ってなんだろうな。オレンジ、でもオレンジ私似合わそうか。なんだ、派手髪。ボブのイメージ強いですかね。本当？ボブの時の自分のその写真とか見ると、ああボブにしたいなって不意に思う。どうだろう。でも今はね長いのを楽しみます。伸びてる、順調に。今巻いてるからあれだけど、伸ばしたらもっと、もっと長い。ブルーブラックにして、ウルフもしたいんだよ。髪の毛の巻きがもう取れかけてる。長いんです、だいぶ伸びた、あんな短かったのに。伸びました。ボブいいよね、かわいいよね。あーそうそう、銀にもしたいってずっと言ってたけど、結局してないから、してみたいですね。前髪、そう、最近とか昨日、今日めっちゃ前髪、最近前髪悩んでんね。ずっと前髪あったけど、一旦伸ばしてみようかなとも考えてて、やっぱ私は前髪あった方がいいのかな。一人で悩んで、髪型一緒で悩んで、パッツン、最近はずっと前髪パッツンですね。暑がり、ちょっとさ、今日チークつけてないけど、ナチュラルチークみたいになってる。ほっぺがピンクになってる、暑いから。
いですね、私いつもねこう配信しながら近いな。最近なんか面白いことあったかな、なんかあったかな。ここ最近負傷したんですよ面白い話でもなんでもないけど怪我した。なんかね新品のズボンを履こうと、タグをこう切ったんですハサミで、こうやって持ってねプチって切ったらこの薬指のここの皮もプチって一緒に切ってて、バカみたいでしょ、何やってるん自分って思いましたねすごいもう切っためちゃくちゃ痛くて、しかもすごい音がしたのプチってえと思って痛っと思って見たらもうだいぶ切ってて、すぐなんか見えちゃいけないようなとこ見えて、一人でめっちゃ焦ってやばく、もう痛すぎて声も出なかっただからどうしようと思って一旦絆創膏くらって巻いて、そっから毎日絆創膏しかってない。やばくね、めっちゃ痛かった、めっちゃ痛かったけど、もうその時だけ、切った時だけくらい痛かった。今は別に絆創膏貼ってて全然大丈夫やばくない、服のタグ切るだけでこんな重たい負傷して、この絆創膏ちゃんに守ってもらってます、指を。気をつけます、急いでたからね、その時急、うん、今自分のこの指に貼ってある絆創膏を見てそれを思い出した。あとはなんか よくね野球を見に行くようになりました。最近定期的に行ってるホークスの試合を見に行ってますね。本当についこの間も見に行って、数日前、ね、強い、そう、21点とか取った、ピードミ行きます。初めて。ぜひ写真撮ってください。すぐ隣に福岡ドームも見える。から遠い、
そう、福、あのね、東京ドームでミスターとハルピョンと見に行って、そうね、東京ドーム行ったのはあれが唯一あれなんだよ。でも試合見に行ったのは初めてミスターと福岡でドームで見て、多分その後ハルピョンとミスターと東京ドームで見てくらいだったから、最近なんかやっとたくさん行ってる。家族とかは行ったことないですね。うん、友達と。しか行ったことがない。家族はね、やっぱお家でテレビで見れるか、見てるか。最近はそうなんですよ。ドームでもしっかりビールを飲みます。ビールとなんかサワーみたいな、フルーツイーサワーみたいな、美味しかった。だって前回が4月4日でしょ、4日の配信それからの写真を遡ります。いちご狩りをしました。いちご狩りに行きました。いっぱいいちご食べた。もう一生分ってくらいのいちご食べた。何個食べた、数えればよかった。めちゃくちゃ食べた。いちご狩り。もう本当去年とか一昨年もいちご狩り毎年さ、もういちご大好きすぎていつも行ってたんだけど、今年はできないかなとか思ってたけど、ギリギリね行けました。福岡のいちごはあまおうかな。あまおうすごい大きいんですよ。ね、甘くて真っ赤。ゴールデンウィークも満喫したし、野球の試合も見に行ったし、うん。あ、スタバのいちごのやつでしょ、飲んでないんですよ、飲みたい。なんかいつもスタバは夜みたいな時に限って、うん、でも今イチゴの気分じゃないなってなって、結局タイミング逃しがちなんだよね。イチゴのアフタヌーンティー、アフタヌーンティー行ってみたい。最近食べたよ、最近
つい最近なんかね、あれ油淋鶏のやつ食べた。うん、うどん派ラーメン派決めれないですな。それはだいぶ究極すぎる。でもラーメンの方が食べること圧倒的に多いですね。でもうどんも同じくらい好き。あ、そう、コナンのやつ、油淋鶏ね、マックのコナン。焼きポンで作ってみたい。ミスドのね、ポンデリング焼くやつ流行ってますよね。カリカリカリ。映画ね、見てない。もう見た、まだ合ってんのかな。最近めっちゃ見たい映画があるんだけど、青春 18×5 みたいなやつ合ってる。すごい泣けるらしい。ちょっと一人で見に行こうかなとか考えて。焼きポンデ美味しかった、食べたい。ミスドに行ってポンデリング買ったら、この人焼くんかなって思われるかな。焼くんですよって自分から言うから。そう、かやちゃんが出てる、大好きな、見たいんですよ青春 18×5。一人映画しちゃおうかな。ドラマ今の全然、なんか毎回ね、放送されてるのを遅れて見るみたいな感じなんで。最近何が一番面白いですか、ドラマおすすめ教えて。私が大好きな夏希ちゃんが出てるドラマ、自己申告ポンデリングください。ちょっと今日焼いてみようかと思って。18×2 だった。おもろい、こうしてた。何の5だろう。 18×2 でした、私が見た映画。いける、こうかけすぎた。くるり、めるりちゃん出てるやつ。あ、悪魔ゲーム面白いって友達が言ってた。チラ見した、この前テレビで流れてたから。18×2、それが一番今見たい映画。まだ合ってるかな、しばらく見に行きたい。ラインボーダーとアンメット、アンメット、うん、悪魔ゲーム。これめっちゃ話題ですよね、流れてくる、すごい動画とか。先生燃えるみたいな。
18×5 おもろい。うん、からかい上手だった感じ、かわいい。I love you をもうすぐ見終わるから見よう。え、もう55分じゃん。18×5 とか言ってたらもうこの時間になっちゃった。忘れてください、 18×5。 ちょっとかけすぎちゃった、何も考えずかけすぎちゃった。I love you、 すごい、もうめちゃくちゃ可愛い、キュンキュン、可愛いが詰まってる、キヨードロドロ。もう、うん、ありがとう、楽しいです。楽しい、ありがとうございました。もうそろそろ時間、今日本日も、前回4月4日に配信したじゃないですか、だから1ヶ月くらい、1ヶ月後くらいに配信するっていう予定だったんだけど、なかなか予定が合わず、こんなに遅くなっちゃった。そうだね、ネタ貯めとかないと、ネタ帳作っとこう、次の配信まで。聞こえる？大合唱、すいません、ごめんね、みんな、やっぱちょっと夏だね、カエルの大合唱、行こう行こう、いっぱいございました、ありがとう、ありがとうございました。
服も可愛いよね。ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。どうも、またまた配信するときいますね。はい、待っててください、次の配信。元気でな、みんなもな、元気でな、ありがとう。はい、もう私はとっても元気なので、安心してください。元気なので、ありがとう。では皆さん、涼しくしてね、おやすみくださいませ。私は今日早く寝れるようにね、頑張りますから。じゃあね、ありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい。